ノースポイントの戦いとは、米英戦争の終盤1814年9月12日に、ジョン・ストリッカー将軍の指揮するアメリカ合衆国メリーランド州民兵隊と、ロバートロス少将,将が指揮するイギリス軍の間に行われた戦闘である。戦術的には、英国軍の勝利とされるが、結果として、英国軍の進行を遅らせたことで、ボルティモア防衛のための貴重な時間を稼いだ。 この戦闘はアメリカ軍の戦略的勝利と言われるボルティモアの戦いにおける一連の戦闘の一つに数えられるロバートロス少将の率いる陸軍の精鋭一個旅団と補強のための海兵隊一個大隊は1814年の早い時期にはチェサピーク湾に到着していた同年8月24日アメリカ合衆国政府を麻痺させたと判断し パタクセント川川口で待機していたイギリス海軍の艦船に戻り、より戦略的に重要である港湾都市ボルチモアに向かって北上した。陸軍3700名と海兵隊1000名からなるロスの軍隊は9月12日朝にポタプスコ川とバック川の間にある半島の先端ノースポイントに上陸し、ボルチモア市に向かって航軍を始めた。ノースポイントの戦い。 民兵でアマチュア画家のトマス・ラックルの絵を石版画化したもの、ラックルはノースポイントの戦いでメリーランド州民兵隊の一つ、ワシントン・ブルーズに従軍したメリーランド州民兵隊のサミュエル・スミス少将はイギリス軍の動きを予測し、ジョン・ストリッカー准将の部隊をそれに対抗するために派遣した。ストリッカーの部隊はメリーランド州民兵隊の5個連隊、同じく メリーランド州の小さな民兵騎兵連隊、四眼ライフル13個中隊による1個、大体4ポンドヤホー6門の大隊で構成された。ストリッカーはその旅団をボルチモアの郊外にあるハンステッドヒルとノースポイントの中間に配置した。そこにはドモリ工作と砲台があった。そこでは、長席のあるクリーク数本が半島を狭めて、わずか1マイルの幅にしており、 イギリス軍がアメリカ軍主力の防衛陣地に到着する前に対抗できる理想的な場所と考えられた。ストリッカーは自分の作戦本部からちょうど3マイル離れた農園でイギリス軍が宿営しているという情報を得た。部隊をベアクリークとブレッドチーズ、クリークの間に配置した。そこは近くの森によって遮蔽され、主要道路の近くには長い木製のフェンスがあった。 ストリッカーは防衛線の前面にメリーランド第5連隊と同第27連隊及び6門の大砲を配置した。第51及び第39連隊が支援部隊であり、さらに第6連隊を予備隊にした。部隊同士が互いに支援し合えるように配置し、イギリス軍からの側面攻撃には多くの湿地と2つの水流で止められるようになっており、 それらすべてでブラデンスバーグの戦いのような惨劇を避けられるものと考えられた。ライフル渋滞は当初、イギリス軍の前進を遅らせるために、ストリッカーの本体陣地の全数マイルに陣取っていた。しかし、その指揮官である、ウィリアム・ダイヤー隊員は、イギリス軍が事態の背後にあるバック側から上陸し、退却路を塞ぐ恐れがあるという噂を耳にして、急遽交代した。ストリッカーは、 ダイヤーの部隊を右翼に配置した。9月12日正午頃ストリッカーは、イギリス軍が食事を取るために進軍を停止し、ロスの部隊につけられた水兵が近くの農場を略奪したという話を聞いた。夜にイギリス軍が攻撃してくる可能性を待つよりも、戦いを起こした方が良いと考えた。午後1時、リチャード・ヒース少佐に250名の兵士と大砲一門をつけて派遣し、 ストリッカーの本体にイギリス軍を引きつけようとした。ヒースは道路を進み、間もなくイギリス軍全小隊と攻勢を始めた。ロスが戦いのことを聞いたとき、すぐにその食事を止めて現場に急行した。イギリス軍は隠れているアメリカ軍のライフル銃狙撃兵を追い払おうとした。海軍中将ジョージ・コックバームは支援なくして前進することには慎重であり、ロスは 自分が動いて本体を連れてくることに合意した。しかし、ロスはアメリカの一人あるいは複数の狙撃兵に胸を射抜かれた。ロスは指揮権をアーサー・ブルック大佐に移乗し、それから間もなく死んだ。ブルックはイギリス兵を再編成し、午後3時にはアメリカ軍陣地に対する攻撃の準備ができた。持ってきた3門の大砲を使い、第4不評連隊が アメリカ軍の側面に回り込むのを援護し、その間にニコ連隊と海軍旅団でアメリカ軍陣地中央を襲うこととした。しかし、アメリカ軍のライフル銃隊がイギリス軍の攻撃に集中して対抗し、大砲には壊した鍵、釘、馬蹄の切れ端を詰めて発砲し、前進してくるイギリス軍に金属兵をばらまくことになったので、中央を攻めたイギリス軍は、 大きな損失を出した。それでも第4不評連隊がアメリカ軍の側面に回り込み、アメリカ連隊兵の多くを逃げ出させることに成功した。ストリッカーはその逃亡兵を秩序だった交代に変えさせることに成功し、交代しながらも一斉射撃を放たせることができた。民兵の連隊すべてが同じくらいの働きができて、わけではなかった。第51連隊及び、 第39連隊のいくらかは敵の攻撃に崩されて銃火の中を逃亡した。しかし第5連隊と第27連隊はその陣地を死守した後で秩序ある交代を行えたので前進してくる敵軍にかなりの損害を与えた。アメリカ軍の大砲一門は失われた。第5連隊のジョン・マク・ヘンリー五長が戦いの模様を次のように記していた。 我々の第五連隊は参戦した他の連隊から賞賛を得たので、私の属する栄誉を得た中隊は栄光で包まれることになった。他の連隊と比べて我々の部隊が最後に陣地を後にしたのであり、あと2分もあれば遮断されていたであるお刹那になって交代することができた。ブルックは森や沼のあるクリークの中で部隊のいくつかがはぐれ、ある部隊は混乱の中にいたので、 交代するアメリカ軍を追撃させることができなかった。アメリカ軍本隊の陣地から1マイル以内に進軍していたが、アメリカ軍よりも大きな損失をこむっており、暗くなりかけていたので、待機して海軍がマクヘンリートリデを無力化できるのを期待することにした。一方、ストリッカー隊は、ボルチモアの防衛部隊主力のところまで交代することができた。 イギリス軍のヘンリー・ディベーグ少佐が署名した公式損失報告書では戦死39名、損失251名となっていた。その中でイギリス陸軍は戦死28名、負傷217名であり、イギリス海兵第2および第3大隊が戦死6名、負傷20名、コックバーンの船体から派遣された海兵分権隊に属しているもので戦死4名、 負傷11名、さらに海兵砲兵隊に属しているもので、戦死1名、負傷3名だった。イギリス海軍はいつもの通り別の損失報告書を出しており、これにはコックバン中将が署名していたが、戦死4名、負傷28名としていた。しかし、イギリス陸軍が提出した水兵に関する報告とは一致していなかった。それでは、戦死3名、 海軍艦隊から派遣された海兵の負傷者15名としていた。あとの1814年9月22日付で、国蘭から海軍本部に提出された損失報告書では、水兵の戦士6名、不明1名、負傷32名となっており、また海兵は戦士1名、負傷16名だった。イギリス軍の損失総計は損失報告書の正確さによって異なり、 戦四43名、負傷279名であるか、あるいは戦四42名、負傷283名である。歴史家のフランクリン・アール・ミュラリーは、上記の資料と同じものを使ったにもかかわらず、戦四46名、負傷295名ということなる数字を挙げている。アメリカ軍の損失は、戦二24名、負傷139名、捕虜50名だった。政治漫画、 ジョンブルとボルティモア市民、ウィリアム・チャールズが、ボルティモアの頑強な抵抗を称賛し、イギリス軍の撤退を皮肉っている。この戦闘は、イギリス軍にとって高いものについた。その中でもロス将軍を失ったことは、重大な打撃だった。ロスは、半島戦争や、米英戦争で尊敬されたイギリス軍指導者だった。ロスの戦士は、イギリス軍の士気にも影響した。 ノースポイントで陸軍が損失を出したことと、ボルティモア港入り口にある、マクヘンリートリデオ海軍が25時間艦砲射撃を行いながら占領も通過もできなかったことが、組み合わされ、ボルティモアの戦いの転換点になった。マクヘンリートリデに対する艦砲射撃の間、フランシス・スコット・キーが、ボルティモア入り口のイギリス艦船に拘束されており、正常期の歌詞を書いた。これが、 アメリカ合衆国の国家になった。戦闘の翌日、ブルックは慎重にボルティモアに向けて前進した。ストリッカー隊からの抵抗はなかったが、イギリス軍がボルティモア防衛主力部隊から見える距離に入った時、そこには2万2千名の民兵と、ラウデンスレーガーヒルの守備陣に対する野州の準備をしたが、その側面にある、ロジャーズ・バスチョンと呼ばれるアメリカ軍砲台を黙らせるために、 国ン中将に、ボートと、旧砲艦の派遣を求めた。チャールズ・ジョン・ネピア海軍大佐が指揮したこれらのボートと、アメリカ軍砲台との間に、過酷な戦いがあったにもかかわらず、砲台は無傷だったので、ブルックは攻撃を中止し、夜明け前に撤退した。イギリス軍は、ノースポイントで船に戻った。この戦闘は、メリーランド州のディフェンダーズデーとして、 州の祝日になっている。メリーランド第5連隊の後継として、現在のアメリカ陸軍第175不評連隊がある。米英戦争に従軍したとされる州軍19部隊の一つである。ありがとうございます。